生配信の続きのケーキ作りを今からやりたいと思います。もう生配信直後です。今うわー、これはちょっとさすがにやばかったか。炭酸のような不思議な刺激が。さあ、今日は何を作るのか、こちらです。ドダン、よいしょ。チャンネル登録5万人達成おめでとう。ケーキを噛んで、ケーキ噛んでいける？手順だけ教えてくれるんですね。ジースクな。1、スポンジを作る、レンジで。2、生クリームを作る。3、デコレーションする。これめちゃめちゃ当たり前のことしかない。やばい匂いしかしないので、もし本当に大丈夫かって思ったらちょっと助けてください。皆さんコメントも読みながらやるので。何から始めたらいいかもわかんない。でも生地っすもんね。だから絶対これはこれだよ、ホットケーキミックス。とりあえずボウルに入れてみますけど、なんかちょっと違うぞって思ったら教えてください皆さん。今なんて言ってんだろう。あ、うわ、優しい、みんな優しい。めっちゃヒントくれてるじゃないですか。でも分かってましたよ、卵使うだろうなってのは。どんなもんだろうな。でも何使うか教えてもらったから、何個使うかは自分次第ですよね。こんだけでも卵用意してあるから2個は使うでしょうね。3個くらいいけんのかな。少しずつって書いてる、やめよう。200の牛乳を入れます。ちょっとは自分の感覚を信じてやります。結構、え、絶対多いってきてる。牛乳多くない？めっちゃ入れる。粉足して、粉足します。生地作りだけで結構な時間かかっちゃってる。やばいやばい。あ、だいぶ重いわこれ。レンジに入れたらもう生地になるのかな。え、ベーキングパウダーあんじゃん。ベーキングパウダー入れるでしょ絶対。生地っすもんね。なんかこういう感覚で。塩みたいな。でもうチンしちゃいます。じゃあよし、5分。これでも効率よくやらないといけないですもんね。この間に生クリームを作った方がいいのか。生クリームなんて簡単っすよ。もうすでに生クリームって書いてあるから、これ入れて、こんなもんかな。砂糖こんぐらいにしときます。電話来た、やばい、電話来た、すごいタイミングで電話来た。やばい、名のある人かな。だったら早く出ないと。うわー、すごい、だっちゃん。ちょっと皆さん、噂の大輝くんが
電話してきてくれました。すごい、僕の目の前で激しく踊ってくれてる。え、どなたですか？あ、めちゃめちゃ踊ってる。あ、ごめんなさい、普通になんか電話しちゃいました。皆さんにここでお知らせがございます。時間がないのでケーキ作りは番外編で。それではまた生配信やりたいと思います。皆さんバイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。うわ、半端ねえ。半端ないっす、マジでやばかった。すごい、ちょっと予想以上の、いや想像以上すぎました。ちょっと今ケーキどころじゃないっすね。今もうなかなかケーキに戻るメンタルじゃないっすね。ケーキ食べたい。さあやっていきますよ。でどこまでやったんでしたっけ。あ、この明らかにおかしいスポンジだ。ちょっとまだ熱が足りない部分あるんでラップしてもう一回入れます。プラス5でもいくですね。さあ問題は生クリームですよね。え、ちょっと諦めずにやってみよう。冷やしながらだと早いけど、ちょっとなんか助けばっか借りちゃってすいませんね。本当だ、生クリームっぽくなってきた。生配信どうでした？大丈夫でした？大丈夫そう。よかった。すごかった。なんか僕がどうこうっていうよりも、何があってもすごかったですよね、あれは。すごかったな。あ、いいじゃん。それっぽいっすわ。ビチョビチョです。え？うわ、やばい。うわあ、これはちょっとさすがにやばかったか。おお。もう最後の工程だ、デコレーション。生クリームはこんな緩かったっけ。すごい、すごい緩い。こうか。よいしょ。そっち面からだけ取ってください。なんか派手にしたいっすよね。外で白くしよう。何やってるの。緑のかけすぎたところ。白で上塗りして。できた。5万人達成記念ケーキ、本当にすいませんでした。余力ギリギリで作りました。チャンピオンから先お願いしていいですか。はい。本当にすいません。いただきます。
え？どっちの反応それ？めでもめっちゃ食べるんですよ。最初、はい、しょっぱいしょっぱいと思ったら炭酸みたいな炭酸みたいな味になって、で最後は優しい甘さで不思議な食べたことない味。まず本当に炭酸みたいなのが来るんですよ。え、塩は入ってました？塩入れてないです。砂糖で白くしよう。それ何をかけてやるの？ん？え、砂糖でしょ。何かベーキングパウダーです。ベーキングパウダー、ベーキングパウダー、ちょっとかかってないとこ食べてみよう。ベーキングパウダーだけ失敗しましたね。お面白かった。5万人達成しました皆さん。締め方が分からんぞこれは。皆さんご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録そして高評価よろしくお願いします。そしてこれからも僕にやってほしいことをコメント欄で待ってますので、どしどし送ってください。ありがとうございます。以上になります。お疲れ様でした。